エデュアルト・シュトラウス一世、エドアルト・シュトラウス一世、1835年3月15日から1916年12月28日は、オーストリアの作曲家、指揮者、ヨハン・シュトラウス一世の四男、ヨハン・シュトラウス二世とヨーゼフ・シュトラウスの弟にあたり、息子に、ヨハン・シュトラウス三世が、孫に、エデュアルト・シュトラウス二世がいる。は、 ハンサムエリ、長兄ヨハン・シュトラウス2世の勧めによって、時系ヨーゼフ・シュトラウスと同じように、半ば強引に音楽家としてデビューさせられた。ポルカを中心におよそ300曲もの作品を残し、特に、テープは切られたや、即達郵便でといったの作曲を得意としたが、兄のヨハン2世とヨーゼフに比べると、一般的に作品の評価は低い。一方で、 オーケストラの統率力は兄たちと比べ数段優れていたとされる。およそ30年にわたってオーストリアの宮廷舞踏会音楽監督を務めた。父や兄たち、そして子孫たちがシュトラウスという綴りをと書いているのに対し、エドゥアルトだけは一貫してと表記した。現在までシュトラウス姓を名乗っているのは3兄弟のうちエドゥアルトの子孫のみである。 シュトラウス家も参照。1835年3月15日、音楽家、ヨハン・シュトラウス一世とその妻マリア・アンナ・シュトレームとの間に誕生した。当時、父は愛人エミーリエ・トランプ氏との同棲をはじめ、ほとんど本宅には寄りつかなくなっていた。そのため、エドワルトは父親の顔をほとんど知らずに育った。1848年革命に際しては、 様々な形で関与した父や兄二人とは異なり、まだ13歳であったエドゥアルトは母アンナと共に修道院に避難していた。父の命令によって弁護士の道を歩まされそうになったこともあるが、高校時代にラテン語とキリシア語を学び、さらにフランス語、イタリア語、スペイン語なども習得し、非常に語学に優れていたことから外交官となることを目指した。 オリエンタルアカデミーへの採用も決定していたが、母アンナが、息子が遠い世界に行かされるのを不憫に思う親心、から、団として反対したため、やむなくアカデミー志願を取り消した。兄のヨハン二世は、半ば強引にエドワルトを音楽家の道に引きずり込もうとした。兄の、この上なくしつこい勧めによりエドワルトは、当時弾き手の少なかったハープや通奏低音、 ピアノとバイオリンを学ばせられた。当時のエドゥアルトは、ぜひにとせがまれたハープを習得することによって、将来は世間並み以上の収入を得られるだろうと考えたという。1855年2月11日、兄の率いるシュトラウス楽団で、ハープ奏者として、ゾフィエンザールでデビューを飾った。指揮者としてデビューしたのは1861年のことであった。 シュトラウス一家の中では、兄のヨハン二世とヨーゼフに押されて、影に隠れがちであったが、1869年には、ポルカ、テープは切られたを発表して、自分なりの評価を確立した。作品の質は、安定的であったが、大ヒットした作品は少なく、時として、楽譜出版社を見つけるのに苦労することもあった。ヨハン二世曰く、彼の作曲は悪くないのだが、誰も買いたがらないのだ。 1892年、1870年に母アンナと実刑ヨーゼフが死んだことによって、長兄ヨーハンは気力を失い、しばらくして栄誉ある宮廷舞踏会音楽監督の職を降板してしまった。この時エドゥアルトはヨハンから役職を譲られ、1872年に兄の後を引き継いで宮廷舞踏会音楽監督となった。兄ヨハンは、 演奏会のクライマックスに突然登場して、エドゥアルトに代わって、指揮をすることもあった。また、エドゥアルトが引き受けるべき栄誉ある仕事を、ヨハンは平気で赤の他人に与えてしまうこともあった。これらの兄の無神経な行動にエドゥアルトは激しい怒りを抱いていたという。エドゥアルトとヨハン二世の関係はしばしば緊張した。1895年に作成されたヨハン世の遺言書では、 恵まれた境遇にあるという理由で相続権を与えられなかった。エドワルトは1897年に妻子の浪費のせいで財政破綻したが、ヨハン二世の態度は変わらなかった。エドワルトへの取り分を残さなかった理由は、今ではもうないわけだが、だからといって、今更変える気はない。弟の状況が良くなることを望むだけだ。1898年12月。 長男ヨハン・シュトラウス三世が音楽家としてデビューした。1899年6月に、兄ヨハンが死去すると、翌1900年12月、作品番号がちょうど300となることを節目に引退を表明する。1901年2月、父ヨハン一世以来70年以上にわたって続いてきた、シュトラウス学を解散し、宮廷部東海音楽監督を降板した。 ウィーンの新聞がエドアルトとシュトラウス楽団を過去の異物と批判したことに立腹したことや、シュトラウス一家の末っ子として長年陰で地味支えさせられたことへの不満や、自身の名前を無断使用したオーケストラが出現したことなどが、シュトラウス楽団解散の原因であったとされる。なお、長男ヨハン三世は、シュトラウス楽団の解散に伴って、自身の楽団を組織した。 1906年、音楽家生活の回顧録、回想を出版した。この本によれば、エドゥアルトは1869年に、時計ヨーゼフと、社会契約という名の約束を交わしたという。その内容は、二人のうちの生き残った方は、未亡人の生活を支援することを条件に、個人のあらゆるオーケストラ用楽譜や音楽資料の演奏、所有の権利を獲得する。 そして音楽活動をやめる際には、それらが第三者の手に渡るのを防ぐために全て破棄するというものであった。1907年10月、一家がオーケストラの演奏に使用してきた楽団所有の楽譜をウィーンの2つの陶器工場に持ち込んで、洋路で焼却処分した。1 0 0曲を超える一家のオリジナル作品の自筆譜や他の作曲家、マイアベア、ベルリー、 バーグナー、ベートーベン、メンデルスゾーンら百七十人以上の編曲符が処分され、その総量は包みにして二千五百四十七個、枚数にして七十万枚から百万枚にも及んだ。最初の工場でエドワルトは、椅子に座ってイライラして、目を背けたり、事務所との間を往復したりしながら、五時間かけて、焼却に立ち会ったという。当時の評は、このエドワルの行為について、 彼は、ウィーンの歴史の一辺を灰にしてしまった。比類なき音楽の宝物を、彼の生まれたウィーンから盗み取ってしまったのだと痛烈に批判た。なお、一家の作品のほとんどはピアノ譜として出版されて、広く出回っており、さらに社譜業者のもとにはコピーが残っていたため、楽譜の大部分は再構成されて、現在に伝わっている。 第一次世界大戦中の1916年12月28日、81歳の天授を全うした。ロー老廷フランツ・ヨーゼフ一世崩御のおよそ1ヶ月後のことであった。亡くなるマギは一人ぼっちになって長生きをしたって辛いものだと呟いたという。その亡骸はエドアルト自身の遺言によって宮廷舞踏会音楽監督の制服を着たままの状態で、 ウィーン中墓地に埋葬されたという。ちなみに、エドワルトが解散した、シュトラウス楽団は、孫のエドワルト・シュトラウス2世が1966年に、ウィーン・ヨハン・シュトラウス還元楽団として再興している、19世紀当時と同じ楽団編成。妻マリア・クレンカールと、1840から1921との間に二人の息子を設けた。なお、 ヨハン・シュトラウス一世の血統が断経で続いている。現在もシュトラウス世を名乗っているのはエドワルトの子孫のみである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。